おはよう。うちのうすばちゃん、年越ししました。最近敷設が欠けちゃってね。見てこれ、ほらぶら下がってんのがやっとなんですけど、まだ元気ですよ。お腹空いてんのかな。今ちょっとこの左側、画面から見て左側のところが黒くなっちゃってるんですけど、すごく目が綺麗でした。お腹空いてんのかな、ね、冬のカマキリ成長日記。おはようございます。今日は70日目。コバエは明日到着すると思います。断食は今日までです。みんな元気してるかな。はい、めちゃん、ジロー君おはよう。元気そうだね。食事はやっぱりしてないみたい。めちゃんは、あ、まあ食事はしてないね。食事はしてないものの、貯金で今日はなんとかなりそうですね。お腹もまあまあ太ってます。あと痩せてたゴレイ2匹はコオロギ畑に一晩入れときました。どうなってるかな。いた。あ、太ってるね。ほら、なんか食べたんだ。なんかってかコオロギ食べたんだね。え、こっちもなんか食べたか。食べたっぽいね。1、2、2人でいいの。大食いがあったんでこっち3匹かな。合計7匹なんでこっち3匹いるかな。3匹いるね。うん。あ、ものすごい痩せてる。この子すごい痩せてるね。しかも5例になったんだ。見て、ほら、すごい痩せてる。ぺしゃんこだ。畑に入れとこう。めちゃくちゃコオロギいっぱいいるぞ。大きさ見てるのかもね。食べないみたいです。この子たちも入れときますか。明日には太ってるかな。以上、断食最終日。今日はメインケースの方の個体たちを特に見てみました。以上です。明日荷物が届くと思うんだよな。